はい、じゃあやるよ。はい、メールをじゃあチャットで送ってくださいませ、はい、なんだっけテーマって。テーマはね、無人にしたいもの。無人にしたいものって、それって14日の放送の時に言ったやつ。そうですね。そっかそっかそっか、餃子からのやつやね、無人販売のからので、ボケてもいいし真面目なやつでもいいよって言ったんだよね。オープニングで無人でいいのかな。ああ、そうしますか。いいよ、メール、そうしよっか。メールからいきますか。じゃあいきますよ、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、こんにちは。こんにちは。お相手は元気系シンガーソングライターアツと、ただの人ただエリカです。そして久しぶりにこの人も、はい、はい、109シネマズ名和の伊沢です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早いね、早い登場。映画じゃないけどまだもう言っちゃおうかな。あの、今 YouTube 動画も同時に撮っていて、はい、アツエリがお互いの、まあ、自宅、そして事務所でどうやってこう、うん、リモート収録されてるかっていうのがうまく撮れてたら、うん、今頃も YouTube にアップされてるはずなんだけど、はい、そうだね。ね、伊沢さん、YouTube で、はい、なんていうのが、映像を撮るからって言ってなんかやらかしたんだよね。アプリに力を借ります。結局アプリなんか。あの、より不自然な顔になっていただくもよしかに。でもあの、この番組は割と等身大、もうちょっと飾りつけてもいい、うん、もうちょっとオブラートに包んでほしいなと思うこともありますが、まあそれも伊沢さんの魅力ということで、はい、この後は映画紹介です。はい、ひどいで、結局メール触ってへんメール触ってない。触ったってメールのも言うたら弱いね。一切弱いエンディング。じゃあ今度は、はい、伊沢さんがアツエリの、ステージの前説をやるっていうことでどうでしょうか。いやいや、一人あかん言うてんのいいじゃないですか。一人でちょっとね、これをやってもらいましょうよ。めっちゃ駆け出しの芸人みたいなちょっとね、売れない芸人さんが先輩芸人さんの前説やるみたいな。それなんだ、二人そんな大御所この後二人が出てきますって。わ、なるほどね、うん、ね、場を温めるやつね。そうそうそう、ということで皆さん、今度公開録音があった際にはまず伊沢が前説をやるということで、ね、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は元気系シンガーソングライターアツと、ただの人ただエリカと、109シネマズ名和の伊沢でしたっていうか、そんなのありがとうございます。はい、ということで、こんな風にアツエリの収録、あの公開録音でイオンモールメアに行かないときはやってますけれども、あ、今こうやって説明してる間に伊沢さんがなんとラストのカラーコンタクトをもう一回、あ、目に入れるわけじゃなくて、それを目ん玉に当ててるのね。ムックみたいになってる、ムックみたいに。もう入らない。いい顔してるわ。それでいったらいいんじゃん、前説。痛い。やっぱしてるし。もう。なんか入れて。すごいね。やばいね。やばいな。今日は、うん。何何？目って一回りでも大きくなるとだいぶ可愛さ増し増しなの？なんか私も最近もうつけるのやめちゃったんだけど、うん、確かになんか目の印象が優しくなる。へー、白目が少なくなるからなんとなくなんだけど、うん、でもやっぱりなんか不自然なんだよね。あ、そう、わかる、うんうん、あと時々目が乾いてくると、そのカラコンの、私の場合はサークル、あ、同じようなサークルなんだけど、うん、ずれちゃうからちょっと気持ち悪いって言われる。気持ち悪いえ、黒目二重みたいな。なんかね、重なってる感じ、円が二重にこう、バンバンって。細胞分裂してるみたいな。めっちゃ怖いって言われる。あと
時々本当に目ん玉の奥の方に行っちゃう時があるから、可愛すぎて、その時は本当にちょこっと上の方から下ろしてからね、円の端っこがこう見えて、自分の本来の黒目が見えてみたいな。そうにずれんの、それが透明やったら別に見えへんからいいけど、うん、いいけど腹がついてると怖い、ずれてますよみたいな、うん、でもさ、コンタクトってさ、たまに本当にあっちの方行っちゃったりすることない？あるあるある。それって脳みその方にも行っていくのかな？そんなことない。びっくりするわ。コンタクトのカスが脳みそのあちこちに入っとったら嫌や、そんな。どこ、その発想よ。どこまで行っていくの？まあ、なんかわからんけど、こういう目のカバーみたいなのがあってさ、そこに眼球があってさ、こうなんか一応こうくるくるしてるわけさ、こうやって。ああ、でも、うん、そのカバーのギリギリまで行っちゃう。そうそう、行っちゃうの、うん、奥の方までなんか行っちゃうみたいな。たまにあって、もう ちょっと焦る。いやいや、どうしよう。いや、脳みそ行ってたんちゃうんって思うやん。脳みそには行かない。あと、間違って二重つけちゃうときある。え、それ入れんのに？うん、入れてんのに。うせや、それはないわ。あの右入れて、で、もう一回、次は左入れなあかんのに、なんかボケてて、もう一回右入れてしまって、あれ見え、あの、眼科検診の時に、あれ見えません、全然見えません、このコンタクト合ってません、とかって。いや、なんか、伊沢は一個すら入らんのに許容範囲すごいよな。ポケットすごいよ。ポケットすごい。2枚も入る。うん、2枚重ねになると、あ、こんなに見えなくなるんだって、ね。そういう問題。入るだけで。目の検査してることは眼科でやったってこと？そう、眼科で。あの、コンタクトつけて視力測るやん。正しい、調整されてるかどうか。誰か止めてあげるやん、なんか。そっち入れましたよ。そっちさん、ギリしました。おばあちゃん、そっち入ってるよ。おばあちゃん、そっち。こっちも入ってるよ。ごめん、さっき食べたよ。ごめん、まさかもう一回やってんの？どうなってんの今？今どうなってる？フーティして、フーティして。いやいやだからやるもんじゃないし。え、なんで？風を送ってくれた。そっと、あんまり力入れずにそっと置くような感じなんだけどな。無理だったらちょっとこう顔を上にして、こうして置いたら。置けてる、今置けてる。全然手で見えへん、あなたの手で。あれ置けてる。分かった、ビビりすぎて目ん玉に手当ててないよね。うん、うん、あ、そう、目ん玉に手当てなきゃいかん、ね、目ん玉に手、うん、そういうことか。前になんかね、まつげかなんかが目に入った時、うん、すっごい大騒ぎやったんですよ。痛い痛い痛いっつって。マジか。だからそれぐらい目に何かが入るのが怖いのに、うん、可愛くなりたいがためにコンタクトを入れようとしている。そうだ、そうだ。矛盾、あなたの行動は大体矛盾に満ちてるっていうことを自分で気づいてないんだもん。うん、これほど矛盾を感じることないよね。そしてもう、とんでもなくバカバカしい矛盾なんだけど。もうカピカピやで、それお前。あ、落とした。あー、残念。アウトてでってー、てでってー、てでってー。終わった。終わった。もう蓋閉めました。あ、たたたたたたたか。ゲームオーバー。ゲームオーバー、ゲームオーバー。もうないよ。もうないよ。また頑張る。ライフがないよ。もうナイフないから。もうないよな。もっと目が開くときにやってみる。泣く時じゃん。あ、分かった。伊沢さん全然開いてないわ。一応こうやって皮膚引っ張ってはいるけど、目、まぶたが開いてないもんだって。そうそう、皮膚引っ張ってるだけだ。だからだ、開いてないわ。ビビりすぎだわ。目をこう開けようっていう意識がね、ないんや多分。今開いてる？あー、開いてるね。うん、多少開いてると思う。うん、まぶたをだいぶ、だいぶ開けた方がいい。でも多分ここまで目が、手が近づいてきたら閉じていくよ。言うて。嘘でしょ。本当にこれ。あ、夢見てるんじゃないの、私。嘘でしょ。この状態でよくまあ、カラコン したいって思う。前にだって諦めてるんやろ、一回。痛かった。
ひどかったよ。なんで今回頑張ろうと思ったの？ちょっと大きい目にしたYouTube 映りを気にしてみたな。チャレンジする気持ちはね。いやー、今回に関してはチャレンジする気持ちが大事とか私は言えない、とても。そんな綺麗事全然言えない。綺麗3つもダメにしてるからね。もうだってそんなカラコンだって安いもんじゃないのにさ、全部ゴミに捨ててるやん。いやもうあのひどい話だ。まず目を開けて目薬を入れるところからちょっと練習していきましょうかね。あ、はい、つぶらずにな、はい、つぶっちまいそう。じゃあ切りますか動画。あ、はい。もうコンタクトめっちゃ入らへん。どうしたらいいの？これでいいか。